199200ふう、一旦休憩。やはり剣の修行は大変だな。さすが家康、精が出てるな。数正か、この間は負けたからね。次はリベンジするために頑張るのだ。家康が本気出すならすぐに負けそうだな。そんなことはないだろう。数正にはなかなか及ばないのだ。徳川家康、幼名竹千代は三河国で、今川家の下で人質として生活していました。しかし当時の家康は当時6歳。あまりに幼い子供を、一人にすることは不憫です。そこで家康にお供していたのが石川数正です。二人はそれから長い関係になります。今川氏の下で長い人質生活が続いているな。これから駿府城の方に移されるらしいのだ。一体いつになったら僕は解放されるのだ。どうしたんだ家康。数正、僕はいつになったら人質生活から出られるのだ。確かに辛いかもしれない。だが何かあった時には私を頼ってくれ。何があっても家康のことは守るからな。数正キュン、駿府城に行くはずが熱田に着いたな。どうしてなんだ。どうやら金に目がくらんでそうなったらしい。とんでもない奴らだ。なんだと。これからは織田家の人質じゃないか。家康、悪い知らせがあるそうだ。今度は一体何なのだ。君の父親が死んだそうだ。詳細はこちらに入ってきていないが、死んだことは確実だそうだ。父上のところに行かせてほしいのだ。今すぐに。家康気持ちはわかるが、立場上できないだろう。わかってくれるか。嫌なのだ。こんな中だからせめて父上には会いたいのだ。こんなところにはいられないのだ。家康。自分の父親の死に目にも行けないなんて、僕はどれだけ無力なんだ。家康の幼少期は人質としての時間が長く、今川氏や織田氏の下で過ごしていました。1549年には父の松平広忠が亡くなっています。死因については詳細は分かっていません。ですが暗殺と言われています。その当時も家康は人質であったため、父親の死に目には立ち会えませんでした。その8ヶ月後今川家と織田家で人質交換し、岡崎城主であるまま駿府城に送られました。そこから11年の時が経ち、桶狭間の戦いで、今川義元が撃たれ家康は自分の城に戻ります。ついに自分の城に戻ってこれた。でも十数年の月日は長すぎる。すっかり様変わりもしてしまったし、まずは自分の領地を強くしなければ、どうしたらいいのだ。大丈夫か、家康。数正、ありがとう。でもいいのか。あくまで僕が人質だったから、一緒にいてくれたのに、わざわざ岡崎城に来る必要は、なかったんじゃないのか。最初は幼子だった家康を守ってあげないと、というつもりではあったよ。でも今は違う。家康には私が必要だろ。数正、なんて男なんだ。これからもよろしくお願いしますなのだ。こちらこそ。これから岡崎を強く、大きくしていくぞ。そのためにはどんどんと、周りを取り込んで強くする必要がある。まずは今は今川氏側の大名を倒していくべき。家康は今川氏側に味方していた大名たちを討伐、どんどんとその勢力を拡大していきます。さらに当時勢いづいていた織田氏と同盟を結ぶことで勢力は強くなっていきます。ですが勢力拡大の一環で一向宗の支配地に手を広げた時事件が起きます。勢力拡大をどんどんと広げてるものの、一向宗が邪魔だな。昔与えた特権で税金は取れないし、自治権も与えてしまっている。このままでは邪魔になるから、今のうちに支配してしまえ。家康様、大変です。なんだ、一向宗が一気でも起こしてるのか。そんなくらい想定の範囲だし平気平気。一気が起こっていますが、それ以上にまずいです。なんかあったのか。本田正信や夏目義信も一向宗側につくようです。え、マジ？それってうちの主戦力じゃね。それはかなりヤバみ。近くの大名たちも賛同している様子です。うちが潰れかねないぞ。もともと家康の父である松平広忠が一向宗に対して特権を与えていました。しかしその子である家康が一向宗の支配地を侵攻したために一向宗が反発、その一気に同調し、多くの家臣や大名が家康と敵対しています。なんとかなったのも数正がやはり大きいぞ。やはりこれからにも必要になるのは数正様だ。にしてもここまでしてくれるなんてすごいよな。あれ、
でも数勝って一向宗じゃなかったっけ。数勝ってもともとこっち側だったのだ。いえ、宗外をしてます。へ、家康様の元につくためならこれくらいどうということもありません。まあ父とは仲たがいしましたが。へっへっへ、なんて男だ。私もこれからもっともっと頑張るよ。三河の一向一揆では家族を捨てて家康に忠義を尽くした数正。その忠義は家康の没するまで続きました。とはいかずにことは進んでいきます。家康の息子が元服すると数正はその後に人に選ばれました。数正、私は君を信用しているからこそ多くのことを任せている。だからその期待には応えてほしい。もちろんです。数正と家康の信頼関係は深く、その信頼に応えるべきと様々な武功を立てます。家康の息子である信康が切腹した後には数正が岡崎城を任されています。切腹した要因は諸説ありますが、信長の命令や家康との不仲がささやかれています。さらに本能寺の変が起こり、信長の時代から秀吉の時代に変わります。時代の変化から互いの関係にも変化が起きます。本能寺の変が起きて、これまで信長主体だったが、これからは秀吉の時代になったのだ。というわけで僕も秀吉との関係が大切。これまで長年共にしてきたが、交渉ごとには信頼できる人物がいい。ということで秀吉との交渉役に図ずまさを指名するということになったものの、本当に大丈夫だろうか。徳川家から参りました、石川数正と言います。ほう、徳川からか。これからよろしくな。これがかの豊臣秀吉、猿みたいだな。まずはこれからの祝い酒です。お、気が利くじゃないか。さすが徳川からの使いだな。滅相もございません。信長亡き後の天下人である秀吉との交渉に、家康は最も信頼のおける数正を使わせます。数正はその能力を遺憾なく発揮し、秀吉との交渉を円滑に進めていきます。ですが、その数正を交渉役に当てたことが後々の失敗につながるのでした。最近秀吉の急成長が止まらない。確かに明智光秀を討ってたりと有名ではある。だがこのまま野放しにはしておけないな。そうだ、この間の清須会議で信長の次男が不満げだった。あいつの味方をするという体で秀吉を止めよう。これなら自然な流れで勢いを止められるぞ。僕って天才では。やあやあ長宗我部さん、組みませんか。おやおや北条さん、私の味方しませんか。最近徳川が妙な動きをしているようだな。これからわしの時代を作るために邪魔になりうる。今のうちに潰しておかないと。まずは手始めに信勝の領土を占拠する。秀吉め、こっちに喧嘩を売ってきてるな。信勝の犬山城を占拠するとは、こっちも対抗するぞ。緊張関係が続いていた両者はついに戦闘状態に。まずは秀吉が信勝の領土である尾張犬山城を占拠します。家康はそれに対抗して小牧山城に入ります。一度家康への攻撃がありますが失敗。そのまま膠着状態が続きました。小牧での睨み合い、そしてそれに続き長久手での戦いに発展していきます。家康様、進言があります。この度の戦いですが、秀吉とは僕を結ぶべきです。秀吉と本格的な戦いになると不利です。今のうちには僕を。グームそうか。待ってください。そいつは秀吉のところに入り浸ってるわけです。そんな人間が言ってるんですよ。そうですよ、裏切り者の言うことは信じられません。家康様は僕など必要ありません。うむ、いろんなことを言われるのだ。どうしたら。だが秀吉をそのままにしていると危険だ。とにかく戦って何とかしないと。家康様、小牧長久手の戦いでは数正は和睦を進言。ですが家康の家臣で新秀吉派はおらず、数正は孤立していました。家康は秀吉と徹底抗戦の姿勢を見せます。戦いが長期化すると思われた際に、信勝が和睦交渉、信勝と秀吉が和睦したために戦いは終わります。結局戦いは反強制的に和睦となった。これから戦いの後の方針について話し合う。家康様、人質を要求するべきです。人質を持っておくことで今後の秀吉への抑止力となり優位になるはずです。うむ、人質か。確かにこれまでのような関係でいるなら人質は持っておいた方がいいな。だが今後戦いになることがあるだろうか。むしろ要求しないことで穏便にするのはどうか。それで秀吉との関係を良化するのだ。
うちとの戦力差もあるし。ですがこちらからは3人も差し出しています。このままではこちらが圧倒的に不利な状況。秀吉の言われるがままにしておいてはいけません。数正の言うこともわかる。今回の戦いで戦力差が明確になっただろう。それに私も人質生活が長かった。あまり人質の要求をしたくないのだ。そんなことを言っても。信勝の和睦交渉に伴い秀吉と和睦した家康ですが、和睦の条件は家康に不利なものでした。家康側からの人質は3名必要なのに対し、秀吉側からの人質はありません。そのために万が一の際の保険は秀吉側はなし。今後の関係性としては秀吉が明確に有利です。和睦交渉に関して意見を伝えた。なのに家康殿は全く聞き入れてくれない。私は間違っていることは言っていないはず。しかしどうしてなぜか判断をしない。どうしてなのだろうか。秀吉に将来性があるのは明確なはず。だからこそここで従属しておくべきなんだが。いやそれにしても数正は素晴らしいな。とんでもございません。数正ほど優秀であれば家康も安心だな。私ができることをしているだけのことです。そこまで謙遜するな。私が正当に評価しているだけのこと。ありがとうございます。もし家康につくことを見直すならどうだ。と言いますと。家康ではなく私の元につけということだ。いえそんなことは今は考えていません。そうか。もしこちらに来るなら、それなりの待遇を用意して待つぞ。貴様のような人材はいくらでも欲しいからな。待っているぞ。あんな風には言われていたものの、これまでの長い関係のある家康様を、裏切って秀吉側につくのはどうなんだ。これまで忠義を尽くしたが、父と仲違いを起こしてまで尽くした。だけれど今回の戦いで戦力差は明確だ。徳川家も弱小ではない。だが豊臣家に比べると明らかに小さい。これからの期待も持てるのは明らか。やはり秀吉の元につく方がいいのか。だが、いやでも将来性のない人間の元にいても、私のためにもならない。これから天下を取るのは家康か？それとも秀吉なのか？やるしかないか。家康様、大変です。なんだなんだ騒々しい。今朝数正殿が失踪したようです。え？マジ？痕跡などなくなっています。今朝の早い時間に秀吉の元に行く姿を見たと。マジで言ってるのか。なんでいきなり裏切るんだ。これまで二人で頑張ってきたのに。やはりあいつは秀吉のスパイだったんですよ。しかもかなりまずいですよ。うちの内情に詳しい人間が秀吉側につくと、すべて内情が筒抜けになってしまいます。今すぐ捕らえるべき。いや、何かの間違いでは。現実です。小牧長久手の戦いの後突如として数正は家康を裏切ります。理由に関してはわからないことも多いですが、突然裏切られた家康のショックは大きいです。多くの説がありますが、秀吉の将来性を見込んだこともあるでしょう。しかし後々家康は秀吉の家臣となります。つまり数正は裏切り者です。どうしてこれまで一緒に過ごしてきたのに最後の最後で裏切られるのだ。どうしたらよかったのだ。もしかして僕の扱いが悪かったのだ。それとも天下を手にしていなかったことが悪かったのだ。家康は数正に裏切られました。ですがそのことを弾みにさらに成長、ゆくゆくは天下人となります。秀吉様から信濃国を与えられて評価もされていた。だけれども家康殿を裏切ったことは消えない。自宅には使い道がないなんて張り紙もあった。結局残ったのは後悔の念だけ。あの時の判断は間違っていたのかもしれん。数正は結局秀吉から信濃国を与えられます。松本城を築城し初代城主となっています。やはり有能であり評価はされていました。そんな数正の最後は前のめりでした。秀吉の朝鮮出兵のため備前国へ向かう。その陣中で亡くなったとされています。ちょっと今から行きたいところがある。そうですか、ついていきます。いや、一人にしてくれ。数正久しぶりだな。秀吉の後について行ってから話さなかったな。もしかしたら後悔の思いはあったんだろうな。でも私は君との記憶は覚えているぞ。昔は互いに高め合ったりもしたな。父が亡き後多くの苦労を共にしたな。それにたくさん助けられたな。辛い時も楽しい時も分かり合えた。最後は方向は違ったかもしれないけど、一緒に過ごしたのは事実だからな。本当にありがとう。石川数正は最後は家康を裏切りました。ですが家康の心の中には昔からの絆はあります。裏切りはしましたが、家康が大きくなるために多大な貢献をしました。さらに仕事だけではない友情もありました。
友情というものは長く続くかだけでなく、関係の深さも大事なのかもしれませんね。